ちは。日本で一番短いフライトはどことどこを結んでいるのかご存知ですか？逆に国内線で一番長い距離を飛んでいるのはどことどこを結んでいるのかご存知ですか？最後におまけで、世界には日本最短フライトよりも短いフライトがあったのでご紹介します。それでは早速見ていきましょう。日本で一番短いフライトは沖縄県の東約350キロほど行ったところにある南大東島と、そのすぐ北にある北大東島を結んだフライトです。距離にして約 12km ほどで、所要時間は3分ほどとなっております。この距離なのでフェリーも就航しておりますが、海が荒れるとよく欠航になってしまいます。運航会社は JAL グループの琉球エアコミューター、3文字で RAC もしくは RAC と呼ばれております。設立は1985年で、社員数が131人の小さな航空会社です。使用されている機材は DH8-9100 という機体で、日本の離島を結ぶ路線で活躍しております。飛行ルートは沖縄の那覇空港、南大東島、北大東島を結ぶ三角ルートを採用しております。なのでどちら回りかによって、北大東島から南大東島に行ける日と、南大東島から北大東島に行ける日が変わってきます。毎週月曜、金曜、土曜、日曜は北大東島から南大東島に向かうルートで、火曜、水曜、木曜は南大東島から北大東島に向け飛行機が飛んでいます。運賃は大人8500円、子供3000円となっております。もしお客さんが集まれば、数分のフライトで8500円はとても割のいい仕事かもしれませんね。続いて一番長い国内線のフライトは ANA によって運航されております。新千歳空港から沖縄那覇空港までつないでいます。距離にして約 2250km もあります。先ほどの日本一短いフライトは約 12km だったので、その差は約187倍にもなります。運賃はビジネス切符で6240円、株主優待を使うと33240円になります。所要時間はスケジュール上で約4時間になります。最後に、世界で一番短いフライトはどのくらいなのか見ていきましょう。日本で一番短いフライトは琉球エアコミューターが運航する北大東島と南大東島をつなぐ路線で約 12km でしたが、世界一となるともっと短くなり、その距離は約 2.8km になります。区間はスコットランド北部に位置するウエストトレー島とパパウエストレー島を結んでおります。時刻表上、所要時間は2分になっています。最終のチェックインタイムが出発の10分前なので、出発前の待機の方が飛行時間よりも5倍長いことになります。運航会社はスコットランドのローガンエア航空です。設立は1962年で、サーブ 340B という機体でこの短い路線を結んでおります。料金は21ユーロで、1ユーロ125円換算すると2625円で購入が可能です。もう引退されてしまいましたが、この路線を担当していたパイロットは、世界で一番短い路線を一番多く飛んだというギネス記録を保有しておりました。いかがだったでしょうか。離島と離島を結ぶ短い路線は、旅行に使われる路線とはわけが違ってくるかもしれません。島に住んでいらっしゃる方の生活と密接な関係があるでしょう。島国である日本でも、国内線のフライトで約数分のフライトから約4時間のフライトがあるなんて、日本列島の長さを感じるものですね。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでも役に立てたのであれば、チャンネル登録、いいねボタン押していただけると今後の励みになります。今後ともいい動画を作成できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。